ただいまから添削を始めます。まずはじめに線画の方を修正します。設定はご覧の通り、グラデーションゼロ、黒指示して水彩筆をチェックを外します。次に鉛筆ツールを選択します。
添削中にエラーが起きましたので、再度開いて添削をし直します。色グラデーションの設定をします。180は0、黒にします。水彩筆をチェックを外します。次に鉛筆ツールを選択して下絵を添削します。
組みは最速しますので、カスタム水彩ブラシを起動させて。サイズは一番少ない細いやつで行います。水は 80% ぐらいで、ミョウガウオードは上段黒マスクにしまして、修正する箇所を採取して